はい、5時8分回りましたで、寒いです。寒いけど、頑張ってる。はい。TDX のね、150X、最近また飛ばしてないんでね、飛ばさないと、あれなんで。サーボはギアはね、もう金属に変えた状態ですね。はい。2分3分のタイマー。はい、行きまーす。久しぶりだ。ニセルだから、なんだこれは。なんかおかしいぞ。ある意味ちょっと、なんだろう、濃厚に近いぞ。飛ばさなかったこんな感じにね、拗ねちゃいますね。拗ねてますね、これは。拗ねてる。電池残量は 95% あったんですけど、拗ねてるな、こいつ。なんで、ちょっと、ホールド、スティックのゼロピッチ確認。ゼロピッチ狂ってんのか？ちょっと狂ってるなんで、レックス150X、間違ってないピッチカーブ。センターですね。センターなのに、まあまあ狂ってんですけど。はい、しょうがない。アプリあるかな？アプリ、消えてなかった。よかった。最近よく消えるんでね。もうメモリが、Bluetooth で繋いで、セットアップメニュー。これだ。ゼロピッチ調整。これをじわっと、なんかおかしいな、これ。これなんかおかしいな。設定狂ってんな、これ。はい、ゼロピッチ調整。これはいいとしても、なんか怪しいな。何か違う。切断。はい、再起動。はい、再起動した。ゼロピッチ合ってんのかな。これがね、合わないんですよね、なぜか。ほら、マイナス入ってる。なんか知らないけどね、おかしいんだよね、これが。とりあえず、ちょっと動かしてみよう。もう月が出てきたな。なんかおかしい、やっぱし、エルロンが入ってるな。これなんかおかしになった。エルロンがおかしになってる。ダメだこれ。ピッチサーボもおかしい。動いてない。ピッチサーボが動いてない。なんで？いつから？どうして？ちょっと再起動します。はい。ギアかけはないはずだけどね。サーボは熱くない。起動。これ機体を動かすとね、悪いんですよね。なんだ？動いた。やっぱり動いてないよ。これは無理だ。ピッチサーブが、全然動いてません。はい、修理です。仕事が増えた。はい、以上になります。